はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回もご視聴ありがとうございます。ですね、今回はですね、ハゼを釣りましたので、ハゼのですね唐揚げといいますか、素揚げですね、そちらの方ですねちょっと作っていきたいと思います。こんな感じですね、ちょっと朝ちょろっと釣ってみました。結構釣れました。あんまり小さいのはですねちょっと逃がしてあげたりしてやったんですけども、これで釣れたばっかのハゼです。よいしょ、何匹かちょっと数えては数えてないので、こんなとこかな。一回水を捨てて、こんな感じですね。これをですね一匹ずつですねちょっとさばいていきたいと思います。おう、あの包丁とかなくてもですね、ハゼの場合はですねこのキッチンバサミだけあれば100均ですね。でこれもですねちょっとネットで中華ですね、あの鱗取りと、それからこういうこのようにね刃物になってますんで、これあのさばいたりできる、内臓を取り出したりできる、こういう商品ですね。で鱗を取れた鱗はこの中に入ってまして、ああ後でまあ掃除ができるっていう、そういうちょっと便利グッズですかね。それとですね今回はですね特別に、先ほどですね友人がルアーで釣りましたこのクロダイですね、このクロダイもさばいてみたいと思います。これはですね塩焼きがいいと思います。あのどんな感じになるか分かりませんけども、ちょっと これもですねちょっとさばいてみたいと思います。これはまた後で登場ということで、ハゼが逃げてしまってますね。とりあえずまあ1匹ずつということで、もう一回戻しまして1匹ずつさばいてみますね。さばくっていうかですね、簡単に言えばもう頭、エラの巣があとですね、あとちょん切ります。そしてここですね、腹のところをこうやってやって、で内臓を取ります。で簡単にまあちょっと取っておいて、こんな感じですね、内臓を取りますね。まあ鱗はですね、あのまあ取っても取らなくてもいいと思います。取る場合はですね、ちょっとハサミのところでこうガリガリガリとやるか、まあこういうのでちょっと小さすぎてですね、こうやってちょちょちょっとちょ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 っと、まああまり鱗はねあまり気にする必要ないかもしれないですね。こんな感じですね、こういう感じでですねやっていきたいと思います。これちょっと大きいですね。まあ頭はですね、まあどこまで残したらいいかっていうのもまあ賛否両論あると思いますけども、まあ単純にまああの単純に言いますと、ここのこの辺ですね、この辺をこうちょきっと骨ごと取ります。そうするとこうこういうなお腹こう見えてきますんで、ジョン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 切り込み入れて、あとは手でですね、手で内臓をですね、うっと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 取ってしまいます。こんな感じになります。でまあこれだけ大きいとですね、鱗もちょっと気になるなーっていう気がしますんで、まあ鱗もですねちょっとこう軽くこうジョリ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 、こんな感じですね、抵抗がちょっとなくなるぐらいまで
ガリ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 ってやりますと、まあ、鱗もだいぶ取れてきますよね。こんな感じでですね、まあ、どん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 やっていきたいと思います。まあ、今回ですね、ちょっと食べる分だけここでやりますけども、まあ、家に帰られた後はね、ゆっくり包丁でさばいてもらって、美味しいハゼをですね、召し上がっていただければと思います。内臓ですね、内臓が好きな人はそれはそれでいいですけどね、もう大体こうやって取ってしまってですね、まあ手がぬる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 しますんでやりにくいですけど、ちょっとこう鱗を取るなら、ちょっと滑ってしまって、まあ、このぐらいだったら鱗は取らなくてもいいですかね。よいしょ、こんな感じになります。あとはですね、水があります。水を持ってきましたので、水でですね、ちょっとこれやりにくいかな、こんな感じでちょっと水でシャラ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 とこうゆすいであげて、ゆすいであげますね。こんな感じでゆすいでですね、それでまああとはキッチンペーパーですね、 100均のキッチンペーパーで水分をよく取ります。ポン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 、この水分がね、だいぶ残ってますと、油で揚げた時にですね、かなり油飛び散りますんでね、まあできるだけキッチンペーパーで水分をちょっとね、抜いてあげるっていうのがコツかと思います。まあ、今回簡易的にですね、あと牛乳パックの後ろを使って、こうまな板代わりにしたんで、使い捨てで使えるので、これはこれでですね、便利だと思います。はい、これですね、こんな感じで、こんな感じでですね、今はもう乾いております。でこれをですね、一回この味付け、とろみ醤油、いかにも美味しそうな、これですね、粉ちょっと振りかけたいと思います。ちょっとだけで多分いいと思います。お、まあ、本当はですね、トレーで丁寧にやった方がいいんでしょうけど、まあちょっと味がついてればこんな感じですね、繰り返して、つけすぎちゃった、まあ、こんな感じで、まあ、ちょろっとこう小麦粉代わりでですね、ちょっと味付けがあった方がですね、ちょっといいかなと思って、こんな感じでいきます。それでですね、カセットコンロに鍋を入れます。で油ですね、油をほんのちょっとです。こんなもんです。どうですかね、こんなもんで、このぐらい、ちょっとまあハゼがですね、浸るぐらいでいいかななんて思ってます。でちょっとこれでですね、温度が上がるまでですね、ちょっと待ちたいと思います。それでですね、油がこうチロチロっと、いい感じですね、いい感じで油が温度ですね、
じゃあ行きますね、投入します。油がですね、すぐ上がっちゃいますからね、どんどん入れていきます。どんどん入れちゃいます。もう私はですね、細かいこと分かりません。分からないので、もうぶっこみでいい感じですよ。あの匂いがいい感じですよ。釣りたてですんでね、新鮮だと思います。ちょっとね、焦げがついたぐらいがね、ちょうどいいぐらいですかね。去年ですね、同じように唐揚げ粉を使ってですね、やったんですけど、抹茶茶になって、でコメント欄ですね、視聴者の方からちょっとお叱りの言葉をいただきました。揚げすぎだということで、もうもちろん揚げすぎでしたね。もう生まれて初めてやったもんですからね、まあちょっとその辺もですね、完成してですね、今回はですね、こんな感じでどうでしょうか。2分ぐらいですね、火通してしまえばですね、もう身もかなり柔らかいと思います。これ一口サイズですけど、丸ごと食べれちゃいますね。どうでしょうか。もう余熱でいいですね。消しますね。こんな感じで、いや外でですね、調理するとですね、気分いいですね。本当にですね、なんて言いますか、開放感がですね、たまらなくていいですね。あちち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 あちち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 ちですね。いかがでしょうか。釣りビジョンっていう番組ですね。こういうハゼの唐揚げっていうか素揚げですね、かき揚げっていうんですかね、かき揚げを調理して食べるっていう、そういう企画の番組を見てですね、自分もやってみたいと思って、で友人がですね、ちょっと味がついてた方が美味しいよってことなので、このですね、とろみ醤油、日清のとろみ醤油、サラサラとした調理用ミックス、なんか美味しそうですよね、これね。まあ宣伝でも何でもないですけど、案件でもありませんので、別に宣伝してるわけではありませんけども、これなんかいいみたいです、これでもう上がってきました。でもうこれで取り出して OK だと思いますね。こんな感じですね。すごいなんかいい匂いもいいです。匂いはね、伝わらないんですけど、匂いが伝わらないんでちょっと悲しいんですけど、本当にね、香ばしいね、お魚さんのね、匂いが本当にギョギョギョって感じですね。本当にうまみっていうんですかね、魚のうまみっていうんですかね、そういうものが、匂いがもう本当に伝わってきますんで、この見てくれはちょっと悪い。はい、それではですね、ここ廃油があります。ちょっと冷めてます。で100均でですね、このようにね、廃油を処理するものを買ってきましたので、これで廃油を処理してみたいと思います。そうですね、ちょこっと入れて、ぐんぐん吸い取るって書いてありますね。この廃油をですね、ゲレンデの方にですね、捨てていくのはまずいですね。ちゃんと持ち帰るように。
もう油はですね最小限でいいと思います。魚がですね半分近く浸かるぐらいまで油を入れていただいて、それですね調理できますんで、こんな感じで、あとはね軽く拭いてですね、であと自宅でちゃんと洗ってまた使いたいと思います。これ100円のですね、100円のダイソーさんで買った鍋です。もう深いのでですね、何でも使えます。こんな便利な道具ありませんね。はい、こんな感じですね。鍋の方をちょっとね軽く清掃してみました。それでは試食タイム。パチ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 。それですね、友人にですね酒のつまみとしてですね試食をしてもらいたいと思います。うん、試食タイムです。いただきます。はい、サクサクでうめえです。サクサクでうまいですか。はい、はい、よかったです。お酒のつまみにもなりそうですかね。うん、これはいける。うん、こんな感じですね。今回はハゼのですね素焼きですね、素揚げですね、揚げ物調理をしました。それではですねこの後ですね黒鯛の方のね調理もねやっていきたいと思いますので、それはですね後半の動画をですねご覧いただければいいかなと思います。それでは今回はご視聴ありがとうございました。それでは今回は失礼いたします。マイクでした。Yeah.